久保さん。まあ、時代が変わっても変えちゃいけないものがありますよね。まあ、逆に言うと変えるべきものもあれば、あ変えないものもあると。まあ、例えばく、時代が変わって、久保さんが一時期ね、1万5千円ぐらいのクロームブック o が、吉田さん、これで3億です。みたいなね、ドヤ顔してね、僕にあの、クロームブックを自慢してたんですけど、今、久保さんのパソコンは70万ぐらいの、60万ですか。 ゲームうパソコンになってますけど、まあ、僕もですねあの70万のパソコンにアップデートしまして今ちょっといろいろやってるんですけどバックアップからあの、まあ、パソコンもね進化しますねだから例えば、まあ、ポケベルすごいだろうって今言ってもさすがにポケベル使って何ができるんだっていうなかなか難しいところありますよね だから、いまだに、うん、あのー、ガラケーだっていう。だから、この前、そのガナリさんの話しましたけど、ガナリさんも、俺は絶対スマホなんか使わねえって、ね。絶対使わねえみたいな、ね、言ってましたけど、今年からチャレンジしますみたいな。<laughs> スマホ使いますみたいな。<laughs> スマホデビューしました <laughs> みたいなね。やっぱ、あの、大事だと思うんですよ。確かに、あのー、いろいろありますよ。いろいろあるんだけども、 うんやっぱね、変えないといけない部分はありますよ。で、変えちゃいけないところもありますし。うん。だからそこのね、選別っていうのは非常に難しいんですけども、難しいからこそ逆にラッキーっていうね、多くの人は変えちゃいけないものを変えちゃってるんで、変えちゃいけないものを変える人は、まあ稼げないですね。いってらっしゃい。